いや、そろそろね、6時になりますよ。これからね、2軒目のお宅に行こうと思います。いやー、エロスの匂いは1ミリもしないね。もう飲み屋の匂いしかしない。いいね、この通りだな。なんかタイっぽいな、匂いも。というわけでね、2軒目はこのマルマンさんに行こうと思います。まだ4カ年ぐらいしかならんから、当たりはずで。あ、そういうことですね。でもこれあれですよ、夏になったら来ないですよ、修理屋さん。混んじゃって来ないです。僕も一回そうなりましたもん、来なくて。でもあれ見てたら、あ、ここいいなと思って、それで来る前に一回電話して、うん、で着いてからさっき電話したんですよ。タマさん、ダッキーだね。はい、酢醤油ですね。玉だけにたまたまあるさ。これどっちの巣がいいですか。これこっちですか。こっちはい。これ入れやすいから、向こうはだあれだポーズだから。格闘技めっちゃ強いから。沖縄の人体強い人多いですもんね。美味しいな。美味しい。あえてね、皮付きと近いところ、うん、味わいできるわ。フーチバーも大好きなんですよ。どれ、うん、やってらっしゃるんですか。私がやって50年かな。でも老舗っすね。このたまたま美味しいっすね。ね、すごいうまいっす。ね、それなんかの動画でも見たんで。だってヤギ1頭から2個しか取れないですもんね。あのちょっとヒゲの方ですよね。もうこそくれ倒れてからさ、結構だいぶ残ったけど。へえ。向こうの子供たちが焼きすくらみを取ってます。あ、そうなんですか。うまいわ。僕あの泡盛1号もらっていいですか。僕この間菊のつゆ飲んだらうまかったんですよね。菊のつゆします。はい。あのパクチーが好きなんですよ僕。ああ、じゃあパクチーが食べやすい、はい、パクチーより全然こっちの方が苦味があって美味しいですけどね。パクチーは苦味やろってあるわ。ああ、うまい。カリカリでね、卵が美味しい。もう入ってきて、うん、喜んでた。はいはい、はい、ご苦労さん。じゃあ、はい、ご苦労様です、はい。
大豆寿司ってね、ええ、あんたあの高校で海奈さんにとっても美味しいの、沖縄の寿司なんですか、寿司大豆寿司があるからさ、行くと聞いたことないですよ、買って大豆寿司があるから、買います、うん、うちはお友達の店、僕ヤギ汁飲んでみましょうか、うん、そうよ、食べてみた方がいい、はい、でもヤギ汁って基本的にはあれですよね、味付けはそんなにしないでヤギと水で炊くんですよね、それ この間の動画で見て僕は分かったんですよ、どこから仕入れるのか、どうやって、まあ誰がどうやって作るのかによって味って変わりますからね、でも沖縄って昔からヤギがたくさんいるんですか、昔からヤギはね、みんな田植えとか釣り刈りがあるのするでしょ、はい、これが終わった暁に家を買いみたいなもんね、へえ、1年に1回前はお祝いってことですね、お祝いとか、はい、潰しちゃったんだけど今はもう、やっぱり汁の方がちょっと味が強いってことなんですよね、いいじゃんの香りがしますでしょ、うまい、僕すっごい好きです、これすっごい好きです、うまい、バターを焼いたような匂いがしますよね、すごい匂いだと思うんですけど、そうそう、ミルクの、これを臭いっていう人の意味を僕には分かんないですよね、バターをこうこんがり焼いた匂いがするんですよ、昔からの匂いとか言うと、いや全然そんなことないです、これでね、お玉にソープ入れて、うちあの本格はこのお客さんがこのタクシーの運転手はこんな人が今はいいんじゃないのって、ひどいですね、観光の人はもうこういうのでね、いやいやこれ超うまいです、いやうまい、でもいろんな部位が入ってるからいいですね、うん、沖縄っていうとほら豚食べる人多いじゃないですか、だから豚が有名だっていう人も多いじゃないですか、ルーケの前それも食べないよ、うまい、うまい、でもヤギ汁作るのって時間かかるんですか、これやっぱりずっと煮込むんですか、2日、あーすごいな、1日目は自宅して、はい、2日目で、はい、鍋ごと入れて、はい、寝かして、はい、次で仕上げ、アク抜いたりするんでしょ、やっぱりそうそうそう、ね、だからしつこく、全然しつこくないですもん、うまみしかないですよ、すんげえうまい、これヤギ肉ソーセージっていうのはここで作ってるんですか、いや、これはね、ええ、じゃあこれも頼んでいいですか、うん、はい、頼みます、はい、いや聞いたことないですもん、僕ヤギ肉ソーセージって、いやでもこのヤギ汁ほんとうまいですね、ちょっと最初このまま食べてみますね、そのものも美味しいよ、うまい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 、あ、すっげえうまい、これなんか香辛料入れてるんですか、入ってないですよね、すげえうまい、でもあ、うまい、僕ね、種類が分かんないんですよ、ナチジンソンっていうところ、はい、お砂糖飲んでみる、これその金色のやつですか、あ、そうします、はい、
こっちの方があれですね、とろみがありますね、うん、いやー食べましたけどね。いやー2軒行こうと思ったんだけど、ここでがっつり食っちゃった。うまい。いやね、ここのママさんはね、かわいそうです。いい人でした、すごく。調子こいてね、お釣りいらないよとか言っちゃいました。もう一軒行けるかな、帰ろうかな、悩み中です。そばかな。まあ三崎次行きます。まあ丸まんもまた次行きますけど、よかったです。ぜひ行ってください、皆さん。いい店なんで。最高でした。ごちそうさまでした。